石田先生後ろの車。ま、うん、オーバーホールしかないかもな、こうちゃん。だけど、この Z のエンジンをバラしてちゃんと組めるやつがいるかどうか、俺には無理だ、アキオ。組んだやつが分かれば。湾岸線へ入る。やっぱりあいつのあれだ。の速さで間違いない。来た、悪魔の Z。 あいつだ、生きていた。北見の作るその車はまるで苦労しく身をよじるように走るという。それは同時に誰も乗りこなせないマシンだった。透明レースは毎週事故渋滞を作り、最高速ランナーたちはだんだん北見から離れていった。危険すぎるマシンたち、まさに地獄のチューナー北見純。そしてよりライトな新興チューナーの台頭でさらに客は減り、借金のみがかさんだ。だがある日、彼は一台の車を作る。北見が最も愛した車。北見のすべてをつぎ込んだ L28Kツインターボ。Z。そして翌年、工場は潰れ、北見は姿を消した。逃がさない。早い、行けるか、レーナダメよ、やっぱり追いつけない。ダメだ、今のままでは。今のまま走り続けているとあの Z は間違いなく死んでしまう。